京都楽南エクスプレスは京都府京都市南区伏見区にある京都駅八条口と楽南新都を結ぶ路線バスである京都町づくり交通研究所が K ルックに委託して運行している元は京都大学のユニットによる実証運行が行われていたがその終了に伴い2011年10月15日より運行主体が K ルックに変更された 京都大学工学研究科に設置された低炭素都市圏政作ユニットが主体となる実証運行として国土交通省、京都市、地元企業などの協力のもと2010年10月15日から運行を開始した。この運行は社会実験として実施されたもので公共交通空白域における路線を新設することによる利用動向や利用促進策やデザインなど 全般的な施策を伴う路線バスの活性化及び拡散した都市部を公共交通を活用し高度な集積を持つ構造とすることで移動距離の縮減を図る低炭素都市圏の構築などを目指し同ユニットが主体的に実施した。京都市南部の高度集積地区は1998年に地域が指定され高度集積のための制度構築や 道路網などの整備が行われてきたが、公共交通は近隣の各路線とも当地区から外れていたほか、既存の路線バスも運行本数や鉄道との連携などにおいて、必ずしも利便性が高い状態とは言えず不満もあった。このことから、当地域は自動車交通が中心となっているとされ、これにより高度集積が進んでいないとされていたことから、当地域における 公共交通の利便性向上を図ることで、利用交通機関の転換を図るための実証的な実験と位置づけられていた。実証運行は、大学が実施するものとしては、日本最大の規模とされており、期間は1年以内を予定していた。なお、同ユニットでは、今回の事業により、新しいバスシステムの構築を図るとしているほか、京都市が導入、 当初から路線を南へ延伸する構想もあったが、2011年7月15日より、大手筋通りまでの運行が実現したほか、洛南、新都周辺には、バス停が増設された。実証運行の終了に伴い、運行主体が移管された。また、その翌日の2011年10月16日改正より、土日祝日の運行を開始した。実証運行の主体者であった。 低炭素都市圏政作ユニットは、京都大学の京都市における同ユニットの実績としては、夜間帯に繁華街から、京都駅へのアクセス改善を目的とした、夜、バス事業への参画がある。運賃は310円で、同じく、KL 区の京都駅八条口、京都大学、市場下支払いは、現金、回数券、和音、ペイペイ、ラインペイに対応し、 乗車時先払いである。京都市営バスなどで取り扱いのある隠しカード等は使用できない。乗車自民は2010年の運行開始から2019年まで増加が続いていたが、コロナ禍により減少し、その影響を受けて減便と経路短縮が行われている。2021年2月1日時点で、従来は休日ルートであった京都駅八条口、城南宮前、 京都パルスプラザ京セラ前を20分で結ぶ南行きと京都パルスプラザ京セラ前と京都駅八条口を15分で結ぶ北行きが平日のみにそれぞれ39便運行している。2011年10月15日時点の運行状況は以下の通り。デザインは株式会社 GK 京都が手掛けた。楽団、チンにふさわしい斬新なイメージのデザインを標榜し、 車両、バス停、広報媒体などのトータルデザインがなされている。2011年にこれらのデザインが評価され、第45回 SDA 賞の公共サイン部門においてサインデザイン賞を受賞した。現在の運営会社である合同会社京都町づくり交通研究所は、京都市の都心部の商業者が共同で設立した組織で合同会社としては2009年に発足した。 京都楽な、ナエクスプレス以外には、都心部等と京都駅を結ぶ夜バスなどを運営している。運行を受託している株式会社系ルックは、京都楽な、にエクスプレスの他に、京都大学病院循環路線バスフープ、観光ループバスの系ループなどを運行する、観光バスや自家用自動車運行管理等をアウトソーシング受けを事業としている。年に設立され、 本社は京都市南九条戸場金物にあるケルックに関するカテゴリーありがとうございます。